陳希です。技術専攻科の3年1組です。今日のコーディネートがギャルソンをメインとして、色が赤好きで、だから一番重要な日に赤にしたいなと思っています。靴はプラタの靴で、カバンもギャルソンのいつも好きなちっちゃいバッグで。今後卒業してからモデルとして別のところで頑張りたいなと思います。できるかどうかまだわからないけど、一応新鮮なことやってみたいです。今の気持ちが超嬉しいです卒業できて、いつも先生に迷惑とかいろいろかけて遅刻も多いけど、無事に卒業できまして嬉しいです。和久井ゆりえで文化服装学院の服装科に所属して卒業しました。これはセットアップで自分で全て制作したものなんですけれども、まず和をイメージして、あとは自分の体型に合わせて、私は身長が小さいのでやっぱり足を長く見せるようなデザインをしようと決めて、そこからウエストを細く見せるようにベルトを二重にして巻くブラウスを作って、自分の体型とあとは和をイメージして、それを融合させてデザインして作りました。私は2年生で卒業するんですけれど、これから自分のブランドを持つことが目標なので、自分でフリーランスとして少しずつ自分のデザインを出していって、ゆくゆくはブランドを立ち上げたいなっていうふうに思っているので、そういう方向で進んでいきたいと思っています。2年間あっという間だったんですけど、やっぱり課題がもう毎日のように多くて、私はもう本当に針に糸を通すことさえ難しかった人だったので、そこからここまで自分でデザインして、デザインしたものが形になっていくことができるようになったのは本当に自分でもまだ信じられないと思ってますし、でもこれからもまだどんどん頑張っていこうと思っているので、また一から頑張ろうって、またこれからも前進していこうっていう風な感じです。名前は井上雄介で、アパレルデザイン科のメンズデザインコースを卒業です。菅原結菜です。流通科のファッションモデルコースを卒業しました。リサイクルショップで買ったんですけど、セットアップをにキャップかぶってちょっとカジュアルにして、白と黒の無彩色の中に色を入れようかなって感じで、ピンズと靴を履いた感じです。いつもモードなファッションをすることが多いんですけど、いつも通りな感じで卒業式までの体のラインが見えるような、普段着れないような感じのファッションにしました。まだ決まってないですね。アパレルに関わる仕事でも全然いいけど、最近グラフィックとかそういうのにも興味があるようになってきたんで、成り行きって感じで。特にしっかり決まってるわけじゃないですけど、ちょこちょこモデルをしてるので、これからもモデルとして頑張りたいなと思ってます。全然優秀ではなかったけど、卒業につれて手伝ってくれる友達とかがいっぱい増えたんで、それだけでも全然通った甲斐があったなっていうのはあるんで、まあ卒業できてよかったです。3年間通ってすごい面白い友達がたくさんできたので良かったです。楽しかったです。
宮本太一です。卒業した学部は2部服装科です。今日のコーディネートはもう上のジャケットは今シーズンのコムデギャルソンのオムプリウスの花の存在のコレクションから発表されたジャケットで、インナーのシャツも、まあ、同じデザイナーアーティストとのコラボで、背中もそうなんですけど同じアーティストの方のアイテムを合わせてみました。で、中のシャツは本当はこれが裏で前後逆にして着てます。パンツもギャルソンのオムプリウスの2タックのハーフパンツと、まあ、靴下は最近出た定番のアイテムです。で、靴はコムデギャルソンのレディースラインの、サロモンとのコラボのシューズになります。ギャルソンでしかもう買ってないですね。まだ未定なんですけど、やはりコムデギャルソンが好きなのでコムデギャルソンに何か携わりたいなとは思っています。正直もう課題とかが本当にやばくて卒業できるとは思わなかったんですけど、まあ、友達に支えられて、まあ、なんとか卒業することができて、まあ、大変喜ばしいなと思います。安ら岡翔馬です。ファッション流通科2年のファッションプロモーションコースに卒業しました。今日はやっぱ卒業式なのでやっぱりスーツをちょっと僕流のスタイルに落とし込んだ感じで来ました。これが2001年のギャルソンなんですけど、で僕2001年生まれで同い年のスーツを着たいなと思ってて、それでお気に入りです。パンツはセブンティーズのラングラーです。靴は GH バスとマハリシのコラボのやつです。3月の12日、一応オンライン古着を始めて、結構今後フリマとかも積極的に出していって、最終的に結構実店舗とかまで行けたらいいなっていう野望はあります。最後の学生が終わっちゃって、なんか結構将来の不安もでかくなってるんですけど、でも逆に新しいスタートでもあるので、ワクワクもしてて、とにかく頑張るしかないなっていう感じです。名前が高峰健二でファッション流通科ショップスタイリストコースに通ってました。富永蓮です。ファッション流通科ショップスタイリストコースです。本日のコーディネートのポイントなんですけど、まず古着屋で揃えて、で全体で5000円っていう低価格で抑えつつ、結構中をタンクトップにしてラフなコーディネートにしました。フォーマルな服装で揃えつつ、コートを文化の卒業生のインパクトのあるコートを着用し、華々しさを出しました。今就活中で、まあ、セレクトショップで今後販売員として働いていけたらなと思います。自分は上野商会という会社に勤めさせていただいて、将来的にはモデルもやりたいなと思っています。学校の行事で文化祭とかそういうファッションショーがあって、そういうモデルとして参加させてもらって貴重な経験ですし、先日も宮下パークでのファッションショー出させてもらって、まあ、とても貴重な経験になったので、文化服装学院ならではのそういうファッションショーに出られてよかったです。すごく2年間通ったんですけど、すごく短くてとても濃い楽しい学校生活を送れたなと思います。